皆さん、日産の工場見学へようこそ。車は開発チームがデザイン、設計をした後、工場で作られます。実は車1台が出来上がるのに約24時間かかります。さあ、これから工場の中へ潜入して車ができるまでを見てみましょう。最初は車の部品を作る工程です。車の床、ドア、屋根はこの大きなロールを板にカットしてから作ります。錆びにくく強くて軽い材料が使われています。次に大きなプレス機で上と下から同時に強い力をかけます。強くて綺麗なボディに仕上げるためにさまざまな形の部品が作られます。こうして1分間に約12枚の部品が出来上がります。厳しい品質チェックに合格してから部品ごとに専用の台車に積まれ次の工程へと進みます。完成した床、ドア、屋根などの部品をロボットが接続部分を熱で溶かしながらくっつけ少しずつ車の形にしていきます。いくつもの車の作り方を覚えたロボットが一斉に動き出します。最新のロボットが大活躍です。次にトランクやドアなどが取り付けられます。やっと車らしくなってきました。バンパーなどの樹脂素材でできた大きな部品は専用の成形機で作ります。バンパーは一つにつき約50秒で出来上がります。色を塗る前にボディについている油やゴミ、ホコリなどをシャワーで落としてから特別な液に浸します。ボディの内側、外側に錆止めの塗装、下塗りをします。色を塗るときに汚れがつかないよう専用の部屋の中はいつもきれいに保たれています。下塗りの次は中塗り、上塗りです。お客様が選んだ色を注文通りの順番にコンピューターで色を切り替えながら丁寧に塗っていきます。艶を出すクリア塗装をしたら完璧に塗られているか細かくチェックしてピカピカの状態に仕上げます。完成したボディにいろいろな部品を組み立てていきます。組み立てラインでは作業員が体を上下しなくてもいいようにボディ自体が上下して作業がしやすいような工夫がされています。組み立ては人の手で一台一台細かい作業を行います。この時ボディの内側に部品が取り付けやすいようにドアを一度外します。オッパマ工場では電気自動車の日産リーフを作っていてバッテリーを乗せる作業も工夫がされています。エンジンは専用の工場で作っています。注文の順番にそれぞれのエンジンを組み立てて動作などの厳しいチェックを受けた後検査に合格したエンジンは車を組み立てる工場へ運ばれます。一度外していたドアに細かい部品を取り付けまたボディと合体します。いよいよ車の完成検査に入ります。ライト、ブレーキ、その他すべての機能がしっかり動くか細かくチェック。車の下側からも検査を行っています。こちらの検査では実際に 120km まで出して安全の確認をします。全ての検査に合格した車がいよいよ出発です。工場での厳しい検査に合格した車は埠頭から自動車専用の船に積まれ国内、海外のお客様に届けられます。日産の車ができるまでいかがでしたか？たくさんの工程がありましたね。